って戻ってきました。進んでいきましょう。ホッシルルーです。不気味な感じやだね。これはこれで怖いわ。野生のガルガントか。こいつは使えるな。というわけでガルガントを使って超えるわけですが、まあ言わなきゃいいな。ここはまだこれか。これを取ってここで呼び寄せるのか。直乗りだよ無理私は無理だわこれな勇気あるよ。よし、多分このガルガン層は戻るためのようかなと思う。多分ね、こっちも行けるけど、あ、ここで呼び寄せんだ。多分ね。なんか奥に行きましょう。多分なんか切り替えスイッチみたいなのいっぱいあるんだよね。あ、人がいるよ。誰ですか。君は洞窟や。なんだお前、まさかお前もお宝を狙ってきたんか。お宝何の話だよ。お前知らねえのか。この採掘場はたくさんの宝石や珍しい化石がザクザク出てたって噂があってな。ほう、お前もそれを目当てにここを探し当てたんじゃなかったのかよ。どっから来たんだろうこの人たち。俺たちは宝を探してんじゃないんだ。ここは外側の大陸につながってるのか。外側の大陸？お前ら外側に行こうってのか。あ、てことはやっぱクソクの沼から入ってきたのかなこいつ。そうさな、何しろこの穴は入り組んでやがるからどこまで伸びてるか確かめてねえし。聞いた話によるとあっちの方へ進めばいいらしいんだが、これがちょっと大変な作業なのさ。どういうこと？お前がここに来たようにガルガントに捕まっていくしかないんだが、なかなかやつもわがままでな。そのままあっちへ進んでしがみついていただけじゃ行き止まりに連れてかれてしまう。思い通りの方向に進むためにほらそこにあるスイッチを使うの。あー、あれかあれか。ん？ガルガントとスイッチとどう関係があるんだ？本当だよね。あのスイッチは水の吹き出し口を変えるスイッチだ。ガルガントは水が苦手だからな。あのスイッチで進みたくない方向に水を出してガルガントを操作するんだ。ちなみにあれは2番スイッチ。ん？あっち側に進むためにはあのスイッチを切り替えなきゃいけない。そうか。で、あそこにはどうやって行くんだ？おいおい、少しは自分で考えろ。そっち側からやっぱりガルガントに捕まっていけるんだが、そっちには1番スイッチがあってそれを操作しなきゃいけないんだ。そうか、いろいろ教えてくれてありがとうよ。北の方は行き止まりだな。南西の方はまだまだ先があるんだ。南西へ進むならスイッチに番号が書いてあるから迷うことはないさ。北の奥に1番スイッチがあるぜ。あ、ここのお宝は俺のものだぜ。勝手に掘るのよな。ごめんごめんやらないよ。ということは上に行ってスイッチを切り替えてやればいいってことなんですけど、なんですけどまず下が本来の行く道で行き止まりって言ってたよね。ああ、スティールチキンがいる。スティールチキン、あんなボロボロの手紙だったのに。クレイラではひどい目にあったぜ。しばらくは体を動かすこともできなかったぐらいだが、なんとか旅も再開できたからよしとするか。おー、よかった、無事だっためっちゃ怖かったぞ、あの手紙。あ、終わりか。あ、フェニックスの羽、万能薬、エーテルの3点セット555切れて買わないか。買う買いますよ、そんな。やったー、ありがとうよ。これでまたしばらく旅を続けられそうだ。っていうか回復早くねなんだよこの採掘場は。ややこしいったら仕方がねえな。あー、よか
った。でもで君は誰だい？モックだ。あ、モグネットだ。モグソップもある。やまびこ層が少ないからちょっと買っておきたいんだわ。これでいいか。迷惑鎮は今拾っていけるから、敵が落とすから大丈夫。ゴムだけね。モグネット。あ、今まで何にもない。あ、クッポから手紙が届いている。クポ、クッポって誰だかよく知らない。クポ、もう私もわかんない。とりあえず一緒に手紙を読んでみる。クポ誰だろう。クッポからモックへの手紙。とても暇。クポ、暇すぎるので隠れてみた。クポ、この洞窟のどこかに隠れてるの見つけられる。クポ、ヒントは壁の中。そっかそっか。あったな、こんなの。そういえばなんてのんきなモーグリなんだ。クポ、こっちは必死になってリンドブルムから逃げてきたというのに。あ、さっき言ってた。そういえばお城のモックだ。こんなところにお手紙来ないかな。あ、何も預けなくていいの君。いや、無事でよかった。それ知らせてあげてよ。心配してたよ、あっちのモーグリ。名前忘れちゃったけど。とりあえずセーブしよう。さて、迷いそうですけど続きやっていきましょう。なんでこの採掘所はややこしいったら仕方がねえな。ややこしいらしいよ。とりあえずね、こっち行ってみて、でまた戻ってくるんですけど、あ、ここか。虫にとってここで掲げろ。怖い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 。なんかこう自分ごと食べられちゃうんじゃないかとか思うわ。怖いね。あ、そうそう。で、スイッチがあるから水の位置を変えられるってことですね。今はこっち手前側に行ったと。ということで、ここはどこなんだろう。奥行けるか。あったあった。これを取れるわけだ。お、妖精のピアス。なんか良さげな感じがするぞ。アクセサリーか。レベルアップ。熱せず冷ませず。リジェネ。おー。誰がいいかな。来たんでいっか。え、ピアス作れる。あ、作れる作れる。よし、覚えてくれ。よしよしよし。多分これはここだけだから。これでまた戻って。無限にあるな、ガルガン層だっけ。あれ、ここだけか。ここら辺。来い。うわー、怖い怖い怖い。食われる、これ。うわー、怖っ。怖で、また戻って、あの転換スイッチを今度押さなきゃいけないのね。で、上にあるんだっけ。上の、ちょっと分かんなくて、行き止まりでいいんだよね。南西の方はまだまだ先がある。南西進むならスイッチに番号を書いて、一番スイッチがあってそれを押せばいいんだね。とりあえず変なモンスターゴロゴロしてるから気をつけろよって。めっちゃ見てくんだ、あいつ。そうだなぁ。とりあえず行ってみよう。これ1匹なのかな、何匹もいんのかな。1匹だったらめっちゃ大変だけどね。あっち行ってこっち行って、おびき寄せられてる。あ、でこっち行って、で、あー、これ帰り道か。こっち側、はい。エイだ、エイ。あー、迷惑だ。フェザーサークル。
タイガ。迷惑は迷惑だわ。あ、しかも食べれない。ムラビで顔怖かったー。あー、やばい、迷惑だ。あ、これは平気なのか。避けられてるし、一回戦うか。クイズ楽しそうにするな。迷惑地、よし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 、ムラビでビビクイズの我慢のクイズの自他も死ぬ。勝ってるな。もう一発ぐらい殴りたいな。よっしゃ、当たってくれ。ダガモン殴るか。で、食べるんですよ。時間がどんどん。まだ死なないのね。もうちょっとか、もう一回行こう。待ってた、またムラビレだ。食べる。よっしゃ、レベル4フォーリン。ガンドラゴンか。レベル4フォーリン来た。いやでもちょっとめんどくさい、マジで迷惑がめんどくさい。迷惑チン。アビリティ防げたかな。迷惑、あーないよね。迷惑はないよね。くそー、めんどくせー。めんどくさいな。フリーズヒートね、うん、うん、残念ながら盗んでこ、迷惑地盗んでこ。よし行こう。ああスイッチがあるな。これやればいいのか。ああ、これが転換点、ん、転換点合ってるか。切り替えよう。あっちになりました。で戻るのか。おー、わかんないよ。正直言っていい？もうすでにわかんないんだけど。よし。あー、怖い。これ勝手にあっち行く？勝手に進めた疑惑。あれ、着いた。あ？マジさ、いや本当にわかんないんだけど。これで奥にも行けるな、両方。ちょっとこの辺にないか。何もないか。下から行く？なんとなく。あ、宝じゃん。上宝じゃん。よしよしよし。よし、来た。これエーテル取って、で、あと下か。よし、行け。で変な道。あ、あれ、あれのスイッチは、あれ押した、何あれ。
わかんなすぎるだろうって。よし。あ、そうだ、持ってきた。こっち、こっち。お、ついた、ついた、ついた。これを切り替えれば先に進めるんだ。いっけ。オッケー。よし。で、帰りあっちに戻んなきゃいけないから、また切り替えてってことね。宝石ってさ、集めた方がいいんだっけ。集めるとあれだっけ、強くなるんだっけか、攻撃力っていうか召喚獣のやつ、攻撃力、そうだっけ。うわ、しかも結構頭に乗るんだね、体じゃないんだなと思って。怖くない？で、つきました。これでまた切り替えるのよ。めんどくさ。で、これで元に戻れます。よし。絶対こいつ一人な気がする。ごめんね、本当に。よし、これで戻れるぞ。着いた。これを押したから話し方変わるかな。聞いた聞いた。いいよ、さっきと同じかよ。出せば新しいところに行けるはずだ。よし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 。おー、結構水面が、これ落ちたら怖いな。水に落ちちゃう。あれ？人がいるぞ。お、意外と早くここまで来たな。あれ、さっきの人？ちょうどいいや、なんか買っていくか。あ、なに？違う人？どっち？どっちだろう？セックス。あ、でも同じか？こって、バンダナ。アナマンベスト。あ、リンドブルムのチリウのもんと同じかな？売ってるやつは。名ワクチンとかあったら買っとく？10個ぐらい。とかか、お金あるし、いいよね。ありがとう。またなんか買って、あー、なんかすごい嫌なやつにお金渡した気がするぞ。洞窟だもんな、だって絶対ダメなやつだよね。ムカつく。ムカつくな。どうしたらいいのこれは。あ、ガルバンソーがある。これ帰り、帰り道かな。こっちは分からない。あ、またなんかスイッチがある。あれ、これあそこじゃん。これどうすんだ。スイッチあるけど、ここにから行けるな。悩ましい。え、とりあえずあれかな、オンしないで行くべきかな。
悩む。ちょっと行ってみるか。何もしないで行ってみるか。なんかこれさ、先に進んじゃうと戻れないんだよね。宝を取り逃さないようにしたいんだけど、どうする。こっちに進むのか。とりあえず出口じゃなきゃいいけど。迷ってる。あ、ここ来た。ここ来たか。これは後半なイメージだけど、ちょっと待って、僕は奥は。こっちは、こっちは、こっちも行けるよね。行けなかった。これはここまでか。どうしようかな。多分だけど、さっきの草がさ、いっぱいあるところはにも多分スイッチがあって、あれ最後だったと思うんだよ。4つ目のスイッチだったと思うんだよね、多分。あれが最後だからちょっと違う気がする。あれを切り替えた方がいいのかな。あ、どこでいいのか。あれれれ、どこ行った。どこ。あれ、どこで呼び寄せられんの。どこ。あれ、戻れない。これあれ出てこなくない。くそ。一方通行かな。もしかしたらそうかもだよね。パワーベルトか。何にしようかな。魔力。力ちょっと下がっちゃうのか。もうさ、戦ってるうちにどう来たか忘れちゃうんだよ。4か、これが。え、ってことは4を変えるのか、先に。これ4じゃない？ 4 だよね。先にこれ切り替えるか。変えた。行ってみよう。あれ切り替えなきゃいけるはずなんだよね。どこ行くんだろう。わからなすぎるよ。わからなすぎる。おお、すごい。お呼び出し台、お呼び出し台みたいな感じになってる。そういけない。
よし行くぞ。わけわからんけど。あ、いい感じじゃん。取れた取れた。ナミアのティアラだしかも。なんだっけ。わかんねえのかよって。あれこれじゃないか。これ頭かな。きた。ナミアが身につけています。風属性を半減します。ラミアってあいつじゃん。どこだっけ、ギザマルークのあの気持ち悪いなんかやつだったよね。あれのティアラかよ。なんか名前はいいのに。まあいっか。よしよし、ゲットした。でもこれだけか、ここは。じゃああっちから行くんだ。あそこに行きたいんだよね。まだ洞窟屋がさいるところに行きたいから、ここはじゃあこれだけでいいのか。逆に切り替えてこれ正解か。よし、お呼び出し台。行け。相変わらずほんとわかんないこと。でもう一回切り替えてさっきのところ行って考えよう。切り替えよう。であっち行きます。何回も本当に本当にごめんね。どんどん食べて。でここ着きました。じゃあとりあえずあれかな、ここ進んでいいのかな。そう、あれが多分スイッチなんです。あれ見るだけ？あ、釣れた。あれがスイッチなんだけど、多分水がね、降ってくるオーンですよ、こうやって。そうなんだよ。で、多分こっからまた登れたりできるんじゃない？そうだよね。こっちも行ってみようかな。てかこう呼び出して進むんだ。これ平気だったと思うんだけどな。これでゴールいっちゃったらちょっと、でもいや、でも絶対切り替えていくはずだから大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。ガルくんごめん、また乗せてくれ。あ、出口になってる。おー、わかりやすわかりやすい。これさ、でももう見た時には遅いよね。出口ってなってたもんね。サバイバルベスト来た。いや、盗めなかったやつじゃんこれ、嬉しい。体サバイバルしてくれ。来た、ブンドル。ブンドル来た。ブンドル来たよ。よっしゃ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 。あ、そうだ、いろいろ覚えてたんだ。生き味方全体、単体を迷惑にしますか。H7、運による物理ダメージを与えます。というわけで、H7 はね、7じゃないとダメだから、ちょっとそれやるときはまた違うときにやろう。何言ってんだ。ブンドルはつけたいな。難易度いいか。ブンドルは盗むと同時に敵にダメージを与えます。というわけで、あれは楽しかったよ。止まらずのストップか、これは。よっけ、よっ
よし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 、強くなったか。よっしゃよっしゃで、奥、こっちの奥にもあるのかな。ここは何にもないのか。あ、戦いつつ分取れるという、盗めるという、これで盗むで、あ、戦うで勝手に取ってくれるかな、そういう系だった。様子見様子見覚えてないからそんなに。あ、どんどん迷惑になる。あ、戦うわ戦うわ、違ったわ。どうしてねえ、盗むに行くんですよ。あれれ、あー弱ー。あ、ダメージ弱かった。こんなだったっけ、9のブンドルってこんなだったっけ。あんまり意味なくない。まあちょっとでも削れるからいいのかな。いや、いいのだろうか。今のなんとも言えないけどなんだかな、なんだかなって感じだわ。あ、ついた、これ、あ、ついた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 臭い。よっしゃよっしゃ。